原支部長隊陣合祭の八太郎にございまする。助けにございまする。皆様本日は侍忍者賞へようこそおいでくださりました。ありがとうございまする。こちら今から始まる忍者賞ですが、こちらの忍者実は徳川家康を支えた伝説の忍者にございまする。皆様目をいやーと見開いて見てくださりませの。それでは侍忍者賞始まり始まり、拍手。そうはさせぬ。主君徳川家康様のお命は我らがお守り申す。次々と襲ってくる。主君家康様を何としても無事を連れせねば。今こそ伊賀者甲賀者の力が必要じゃ。忍びの者たちよ、拙者三平の声が聞こえておるか。服部半蔵様に力を貸してくれ。はっ、承知。さて、ここはこのリンガ。武将様のふるさと、そして我ら忍びがおったところということを
ぜひ覚えて帰ってくださりませ。我ら忍びにとって最も重要な任務は情報を収集し、そしてそれを伝えることなのじゃな。ゲンディスナー現世によみがえっては敵方の情報ではなく愛知県の良きところ、その情報を拙者たちは日の本全土そして世界へと発信してまいります。ゆえにですな、今後とも我ら隊の応援をよろしくお願いいたします。さあ、バテレモでも少し説明させていただきます。 We came back from 400 years ago to promote tourism of Aichi Prefecture. From now we will show youSuperhuman Ninja Arts! Don't miss it! さあ、これよりは我ら忍びの日々の鍛錬の成果をご覧いただこうかと思います。題して忍術披露。さあ、この度忍術を披露してくれるのは誰でしょう。はい、校長殿、校長殿にございましたか。誰があげるかと思ってヒヤヒヤした。誰もあげんかと思うのでした。さよ。では校長殿、こたびは何を見せてくれるのじゃ。拙者はこの拳の強さ、一撃の胡蝶という名前なんじゃけども、この拳の強さを皆に見ていただこうと思います。なるほど、どのようにして見せていくのじゃ。まずはこの木の板、ほう、こちらを拙者の一撃で割っていこうと思います。おー、では早速やってまいりましょう。あ、なるほど、こちらを割ってくれるのじゃな。さあ、では校長殿、あ、お願いいたします。参る、はっ。おー、お見事。気持ちの良い音。ただちと待っておくれ。あ、拙者は感じまするぞ。いや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 、わしでもできる。そのようなものがおそらくこの中におるように感じました。おる？まこと？おるじゃろ、おそらくな。大きな方は特にそうじゃと思う。ゆえに、あ、拙者ももうちょっと上のものが見たい。何かござるか？もちろん、これだけでは伝わらんで、こたびはもうちょっと硬い瓦。瓦？この屋根に吹いてある瓦、これを割っていこうと思いまする。ただ先ほどは板1枚じゃったが、こたびは何枚割るのじゃ。こたびは一度に5枚。5枚割っていきまする。そんなことができるのか。いけまする。拳気をつけてくださりませ。では準備の方お願いいたします。はっ。さあ、すごい軽やかな音が聞こえておりまするがこれから奥義ですぞ。はっ。では校長殿、お願いいたします。勝負一撃。はっ。わー、お見事に。よかった成功。変わらだけではなく土台すらも倒してしまう、その破壊力、怒らせないようにせねば。おー、ところで校長殿、あ、一撃はすごかったんじゃけど、これ現世でいうこの情報収集、現世の情報収集の際にどのように役に立つのじゃ。このような技を見せることにより、人の心をつかみ、情報を引き出しておるのでございまする。なるほど、さようにござりましたか。あ、改めて校長殿に大きな拍手を。我らはこのようにたくさんの決断を今まで一撃で決めてまいりました。皆もこれからの人生迷うことが多くあるやもしれませぬが、覚悟を持っておれば道を誤ることはござりません。ゆえに皆も覚悟を持って後悔せぬよう生きてまいりましょうぞ。その覚悟を持った行動が日々の鍛錬であったり、我らでいう情報収集、愛知の魅力を伝えることにつながっておるわけですな。さようでござる。お見事にござりまする。さあ、我ら忍び屋ですな、日の本のみならず全世界に愛知の魅力を伝えていきたいと考えております。それには我らの力だけではなく皆の力も必要になってきます。故に我ら隊のことを
他の者にもぜひ伝えてくださりませ。皆と共に愛知県日の本全世界に広めてまいろうではないか。ありがとうさんじゃ。それでは最後は我らの剣舞者徳とご覧あれ。正しき心、忍びたるもの忘れはせん。心に合えば辛くとも共に生きる皆のため笑顔と勇気を届けようぞ。我らハットリ半蔵忍者隊ここに推参。知っていただきとうござりまする。我ら徳川家康と服部半蔵忍者隊は武将のふるさとであるこの愛知県武将観光というものをより一層盛り上げるべく徳川家康公をお支えいたしました服部半蔵正成様を中心に6名の忍びが400年前からここ現世によみがえり愛知の魅力を伝えるという任務に当たっておりまする。ゆえにこたび皆様に知っていただきたきお祭り事がございます。それがこちら、バスン。あ、逆光で見えない。見えまするか。ちょっと近づこうかな。サムライ忍者フェスティバル2018。一瞬今何年かわからなくなりました。2018にござります。日の本にはですが、我らと同じように400年前からよみがえった武将様、忍びが行さおるのじゃ。その方々が一堂にこの愛知県に集い、そして今見ていただいたような迫力のある演舞をなさってくれまする。またですが、他にも戦国時代では火縄銃というものがございました。火縄銃の実演や鷹狩りの実演、そういったものも見ることができまする。そして見るだけではございません。皆様も体験ができる忍び装束の試着、甲冑の試着、はたまたチャンバラ合戦といった戦も参加することができまする。ぜひともですが、広本一、平成一の戦国時代を満喫できる大きなお祭りにございます。来月の11月18日日曜日、愛知県は大高緑地にて行われまするがゆえ、ぜひとも
遊びに来てくださりませ。お願いいたします。見えまするか。見えなかったら後で見に来てくださりませんな。お願いいたします。ほっ。さあそれではですな、この後は名古屋おもてなし武将隊による迫力のある演舞にござります。最後まで楽しんでてくださりませ。また会おう。さらばじゃ。